で、今後どうしたいの？俺は戻ってこい、一本釣りだけど。まあ、俺はいつもそういう元気なやつ、素直なやつ、でもその資格を持ってる人間だからな。確かにまだね、数字が無理もんね、一応。今俺と一緒にやる方がお前したいと本当に思ってるから、はい、俺はまあ正直、戻ってこいって思ってます。はい、そうですね。あ、はい、本日の動画は毎回まで撮るたびになんか社長見に行ったらとかどうとか来ますが、はい、ついに今日、はい、1月14日ですね。14日、辞めた時ですね。辞めてね、はい、あのまあちょっと知らない人にも教えてもらおうかな、はい、1年前にまあいろいろあってちょっと、まあ、YouTube も俺もまあうまくいっててちょっと調子乗っちゃってて、はい、調子乗っちゃってみたいな感じですね。まあ何言って本当にね、俺もそう、はい、あのやっぱね、いろんなご愛さんの中でも、あ、一番できるんですねって、はい、なんか錯覚しちゃって、はい、錯覚しちゃっての、でこれもまだ若かった、まあ今いくつだ？今30の。30、29の時。29の時です。当時ね、やっぱもう現場しか俺も知らんし、はい、まあその。なっていいか悪いかの話はしないけど、まあ、なる気持ちも分かる。俺もね、はい、散々何十年か、もう十何、十五年経営者やっとっても、やっぱこれだけ注目されたら、そうっすね。あざす、あざすみたいな。言ってもなんか、ざすざす、ああ、いいよ、みたいな。なる気持ちも分かる。で、まあ、だから、調子乗るっていう、おいとか偉そうじゃなくて、こちらの人はやっぱ、お調子者になってて、面白いことやんなきゃとかね、多分いっぱい飲んで、はい、ちょっとわーってやって、たまたま絡まれたりして喧嘩になったみたいなのが続いたんだな。そうですね、うん、流れとしては、まあ、もう会社辞めなさいと、もういっぺん自分でやってみろ、1年もかんか、はい、1年間自分でやって、まあ、その厳しさ、経営者のいろんな大変さを勉強してこいよって言ったのが始まりですよね。そうですね、うん、で、もう今日が1年なんですよ。そうですね、今日ちょうど上から、あれから1年、あれから、あれから、からいやこのあれサインした時に、あれあのそのあの日から、今日サインした、サインした、退職届け、退職届け、ああったな、退職届け、ああそうなんだ、まあ会社でね、はい、俺は絡んでないから、はい、会社で正式に書類が出てな、でまあちょうど今日1年、はい、でまあどれ、まあお前もな全然知らない、知らないし、ないし、そうです、動画で見てたぐらいな感じの、そうです。ちょっとしょんぼりミッチーさんしか見たことなかったしょんぼりミッチーさんで、まあ、本当に、まあ、今日1年で、はい、まあ、今日結果を含め今後、はい、まあ、ちょこちょこ動画のネタには使わせてもらってるので、はい、ちょこちょこ戻ってくんだよな、戻ってこんだよなっていうね、はい、オレオレ詐欺みたいな、戻ってくる詐欺みたいな、戻ってくる、戻ってくる詐欺ですね、戻ってくる、戻ってくる詐欺の動画だもんだし、まあまあ本当に今日はもう2人きりで実際に話して真剣な話ができたらね、話すんで、じゃあ、このチェーンがどうだったんですか。もうそこから聞こうか。もう1年か。本気のこのチェーン。俺もちょっと初心に帰ってこの格好だね、今日。失礼で、失礼でこの格好。ピカハンマー持ってね。初心に帰ってこの1年か。なんか、その、最初言ってたのは、僕、あ、いいっすよ、10人使えますよ。10人使って、はい。で、なんか、まあ、約束じゃないですけど、まあ、やるからにはでっかくやるよっていう、あったじゃないですか。で、10人使ったら、10人使ったら、もう、そのまま一人で独立した方がいいぞ、それだったら、で、独立しろよ、頑張りました、頑張ります。ってなって、まあ、人使って、まあ、最初の方は、まあ、一番下の弟と、まあ、地元の後輩連れて3人で、まあ、スタートが3人だもんで、もトントン拍子みたいな感じで。楽勝でしょみたいな。まだその時当時はまだちょっと生きてるまだけど、いや楽勝っすよって、まだだって始まってちょっとしかってないのに、もう2人使ってますからねみたいな。でまあ仕事はちゃんと出てたの、自分で。で仕事はもうそうっすね、うんうん、でやってて、やっぱ自分でまあこの1年としてあれしたのが、うん、まあどう使うっていうのか、うん、集めないんですかね、人を集めない、人をやっぱ、うん、自分の子使うのもあればどうなった、その後そこどうなってた。3人になって2人辞め、1人辞めて、うん、もう1人9月ぐらいに辞めて、うん、でその後1人入って、うん、
3日で辞めて違う、その前にもう一人おったっすね。動画やったんや。ゼロにしなくて毎回だけしてるみたいな。毎回だけしてる。一万円だけいいですかって散々みんなに止められたんですけど、記録ゼロ。そうっすね、ゼロ日で、ああで辞めてったやつも合わせるとトータル5人ですかね、うん、でその後も3日で辞めてったんで、うんうん、でまあ人はやっぱもう 1年なのであるんですけども、うん、そこがまあ難しいっていうのと、やっぱりなんていうんですかね、新しく開拓はできてないですね、自分の中で。お客さん結構仕事はあるんじゃない。ちょこちょこその仕事は紹介とかでもあるんですけど、うん、こう例えばじゃあ今女優で入ってるところがずっとあって、うん、そこがこう変わらないっていうか、なんかいろんなところと付き合いしずに、うん、なんかあじゃあこっちにもじゃあ女優で入って、うん、じゃあ何人か入れて、うん、でこっちに自分が行って顔作って、うん、あでちょっと顔できてきてきたらその仕事もらってとかっていう、うん、なんかそういうのはやっていい方ですね。まあ自分で。そうです。ずっともうこれ1年ずっと同じところに入り続けたんだ。もうずっとそうですね。そういうとこは。自分ずっと同じところに一人入ってた。俺も本当あんまり知らんもんな。本当にリアルこの動画皆さん、もあんまりその話しんから。仕事動画撮ってる時ぐらいしか仕事話しんから。そうそう。何？まああんまり細かく知らんけど、なんとなくぐらいしか分からない。はい。だって板のところとか入った。そうです。それがほとんどメインだ。まあほとんど。今も？今は。はい。でも今はちょこちょこ出てます。その。ああよそ行ったり。よそ行ったり。うん。で今で言ったら、うん、下請けさんっていうのが、うんうん、まあ、3人例えばじゃあどっかで応援に入ってくださいっつって、まあ、別の現場入れたり、あの前から応援とか集めて、そうですね、別に仕事取ってどっかで仕事があるって言ったら、うん、じゃあそこにはじゃあ3人行ってくれ、あでじゃあここはこの日2人行ってくれ、うん、っていうのはちょこちょこあったんですけど、うん、がっつり行かないっていうか、うん、まあ、そこまで動いてないっていうか、ちょっと何でやろ、僕自身が何でやろ、別にそのまあね、まあ言って悪いけど、まあ、YouTube で本当に現場行ってもみんな知ってるみたいな世界だろ。ですね。そしたら結構なかなかで、そう年始こましご飯食べに行きましょうよとか言わないの、親方さんとか社長さんとかおるわけでしょ、たまに知り合った社長、年始こましたなっていうぐらいの一番1年で、どうですかね、月10万やったら120万だよな。月10万も絶対言ってないですよ。月3とか4ぐらいじゃないですか。今でも俺飯こましそういう、たぶん俺だって1年が何万頼んどる、あと300万ぐらい頼んどるから足りないもんね。マジですか、うん、だって今200万かある、200万頼んどる、1年も頼んどる。マジっすか、まあ、一気に5万とかの時もあるもんな。あ、まあ、それはたまにその、まあ、ちょっとは、まあ、特殊だろうな、はい、そうこれ、これな、ちょっと前な、まあ、空っぽだったらまた入れるの、つい3件だよ、それも増えるな。はい、勝手にチェンカーしてるんですね。だから本当紹介の紹介とか、うん、足場の物件あるけど、うん、それってのめっちゃ足早いでしょ、うん、あ、そうだよ、うん、本当 それぐらいですか。でもそういうところで会ってるやつ、そういうとこしかないだろう、まあ、そうだよ、はい、そうな、その周り回りなんで、まあ変な言い方したらダメですけど、まあまあそれはもちろん大事なことだけど、まあチャンスなんですよ、はい、飛び越えれるっていうか、っていうか三段飛びできるポジションにはおったわけじゃん、はいはい、そうですね。でも、まあ、2、3人やっとって、まあ、その5年かけて2、3人5人になってるから、5人までの売り上げが、まあ、単純に言うと、まあ、3人打って1人100万と300万250万ぐらいつける売り上げがあって、1年間で3000万、5年かけて3000万の売り上げが5000万っていう人って結構多いじゃん、はい、なんならまあ横ばいっていう人が多いじゃん、はい、そういう中でまあ1年目から5000万、2年目から1億っていうポジションがあったわけでしょ。そうですね。それでね、後半10人ってことはもう最後の方は1人70万、100万、まあ、100万で計算してもちょうだい、80万で計算しちゃって10人だったら80万で800万ぐらいになってるでしょ。で前半が、まあ、1人だと100万ぐらいからスタートしたとしたら、はい、平均取ったら500万ぐらいとして、で6000万ぐらい、やっぱ5、6000万ぐらい狙えるポジ、狙わなかったんでしょ、はいはい、トータル売上げだからいくらぐらいの2000万もあるのか。でも3人使っとったりとか、外資に来たりとかあるから2回当時は仕事来たりもしてるの。あ、それもあります。最初のそうですね、月150万から200万ぐらいかぐらいですね。別に普通だなと思って別に、まあ、まあ、けらすこともないから、はい、いや、ちゃんと視聴者はね、なんかね
叩くやつがおるとしたら、はい、サラリーマンやってる人で自分でな明日の仕事があるかどうかまあ世界でやったら僕は十分立派だと思うよ、はい、ただその俺よりはすごくないって言うんだけど、はい、俺よりはすごくない生きちゃうからアンチコメントのターゲットこの今のため単語で俺は初年度8000万は1年目ね、はい、いきなり、はい、ゼロからさ一人でさもちろん全然違うんだった仕事もだって多分トビアの前は全然違うんだったから、はい、トビア会社形成会社行って、はい、ふわーって人を集めて普通でした私は普通でしたあれ、はい、それでそれで、うん、それで今年ですね、ほんで どうしてくるの今後まあまあ結果報告としてはこんなもんか。はい。結果報告としてはこんなもんね。まあそうですね。まあもちろんでもプロジェクト。まあクグロではあるんですけど、まあ勤めとる給料分ぐらいは稼いでるだろ。あ、それははい。一人で現場行って自分で現場を行ってるわけですよ。そのガソリン代までぐらい入れたらそんなか。そうですね。ガソリン代でもまあ一人だと暴れるな。何人もいたでしょ。乗り合いとかだと。乗り合いまあ大体もう行って帰ってくるですね。じゃあそれは乗り合いじゃないじゃん自分たちの手配ってことじゃん、はい、自分の手配、はい、基本そうですねでどこまで行って集合場所あで集合場所から乗り合いで遠いとかワンプはい2枚もらったらワンプしたあーっすね遠いでもう四日市とか亀山とか鈴鹿とか行くんでそうだなで今後どうしたいの、まあ、俺は戻ってこい一本釣りだけど一本釣りですねお前がどうしたいまあお前がどうしたいからまず聞きたいはいなもちろんな俺いつもそういう元気なやつ素直なやつでもその資格を持ってる人間だからな、はい、俺は自分もそう持ってると思うし入ってきたかって言ったら周りは、まあ、摩擦は起きるよねもちろん、まあ、そうですねでも摩擦をちゃんと摩擦として終わらせるんだって消化してくる消化していく力はあるからねどうしたいお前はどうしたい一応聞いておれば、はい、一応聞いておれば一応っすね以前いや、もうちょっと自分でやってみたいかなっていうのはなんではいもう、よく聞いてあるよガチだから視聴者の皆さんね、これね何人か、うん、まあ、っていうんですか、まあ、全然多分、まあ他の人がなんかそういうなんか視聴者さんとかなコメント結構入れてくると思うんですけどなんか、うん、そんなの違うだろって入れてくると思うんですけど、うん、何人か、やっぱ連れて連れて、やっぱ、うん、言ってんすか親方としてで、戻りたいっていう戻りたいのそれあ、一人で戻りたいっていう何人か引き連れて戻りたいですだってやっとることがちゃうやんそうっすねじゃ何人か引き連れて戻りたいって言ったら戻りたいって意味もわからんけどやっとることがちゃうやんまあ俺のさんは気持ちを先に言おうかなじゃあ、はい、まあそうやって言うとお前もブレるんかもしれんけどまあ最後は結局お前が決めなかったんだよねまあ本当は俺が決めるっていうのもあれじゃないけど、はい、まあ一つ俺の意見は、まあ、まあもちろん職人さんやってる人たちをバカにするわけじゃないんだけど彼っていうのはね特殊能力とかさ、まあ、経営能力経営者でもないんだよな多分最近お前おらぶらって気づいたよく喋る人なんだよまあ俺の意見ね、はい、一つはトビやめたトビがやりたいって錯覚なのかなって人間錯覚するじゃん俺もそうだけどこれがやりたいって目の前で一生懸命やってればやってるほど錯覚して向きにもなってる一回冷静に考えようと、はい、それはお前が決めることだよ、はい、これ俺が間違ってたら申し訳ないんだけど、はい、まあこの動画で何回か言ったことあるで、ね、記憶にある視聴者記憶にない人視聴者が多いと思うんだけどもともとの一冊でうちの会社に何歳できた20歳ですね20歳で、まあ、トビの経験はもうほぼゼロですゼロ、まあ、なったらマイナス何回か飛んで、まあ、働いてはまだ何歳20歳で来て数ヶ月で、まあ、すぐ飛んでまた戻って飛んでみたいな、はい、でまた何かわけがことやってみたいなそうですねの繰り返してて、はい、で一回辞めたいって来たんだよな俺に何歳の時だ23っすね23の時に辞めたいとはいなんでその時ならでもうだいぶ成長しとるわけ辞めたいって言える力があるから、はい、もうだいぶ仕事も現場も自分で頭でいっておられたのトラックってそうですねもうそうだよね、はい、それはもうバチバチ組めて、はい、まあそれなりに仕事がちゃんと出て、まあ、足のご飯回ってある程度俺が抜けても大丈夫っていうような状態なんだろうな多分はい
23で営業だったのがその後、その後っすね、その後な、はい、で辞めたいと、はい、でなんで辞めたいんだって言ったら、まあ独立して試したいと、はい、そうっすね、経営者として独立して、はい、自分を試したいみたいな話だね。そうっすね、うん、要はダメって言ったのかな。ダメか、ダメそうっすね、まあ、ダメってまさに言いました。なんでダメって言ったの、どういう認識を。なんかそのもっと面白いことをさせてやるからです。そんな感じだったら今ワンピースみたいな一つで一つなぎの代表だけど、まあ、じゃあ俺が言ったら多分あれじゃない、お前このままやめて一人親方になるだけだぞ。ああ、それも言いました。はい、金もね何もね、明日の資材もねえのに、はいはい、何がしたいのって。だってお金じゃないでしょ多分、はい、お金じゃないって言うんだよな。そうですね。でまあだったら明日の際まだその時は持ってるわな、うちは。もう全然問題ありましたね。で段取りするだとか、はい、そういう成長していくのに、なんかお前多分今辞めてってゼロも何もないで一人で人気出しみたいな感じになって、はい、いいように会社で利用されるだけだぞって、はい、だったらここでいろんなこと経験して、はい、体も遅くねえんじゃねえみたいな話をしたんだよな。で実際に営業もやってみた。そっからすぐ。そっからっすね。営業どれぐらいやった。3年ぐらい。3年確か、はい、3年やって、でまた現場に戻ったのかな。また現場に戻った。でそれは戻った理由って何だ。戻った理由、戻った理由ですか、うん、現場に戻してくださいだろ、確かに。いや、違いますよ。なんだ。いや、戻った理由はあれです、あれです免許がなくなってですね。あっ食べたまあ、免許がなんかなって。そうですね、戻ったみたいな感じか。そうそうそう、でもうとりあえず営業で回れんもんで、うん、もとりあえず、まあ、その免許期間中は誰か迎えに行かせる。ああ、そうかそうかそうか。で、戻って、はい、まあ、足場やって、で、そこからずっと飛びか。そこからずっと。そうですね。で、そうこうするうちにもう YouTube 3年なんで26か27。でもすぐ YouTube やりすぎたんだな、お前が。すぐ、そうです、すぐ、そうです。で、まあ、YouTube いろいろやって、まあ、結局もうお前も現場行ってすぐ現場なんか抜けたから。最初の分だけですね。1年ぐらい。1年ぐらいですね。そこからもちょこちょこ現場出ながら、出ながら、まあ、YouTube みたいな感じで。そうですね。で、お前といろんなこと話してる中で、まあ、俺はその、まあ、リュウジとかガンダとかショウゴが職人で、まあ、あいつらのことバカにするような言葉じゃないんだけど、まあ、あいつらにも同じようなこと言ってるんだけど、まあ、現場で40になって50になっても体動かないな、しばらくめっちゃ偉いじゃん、見とって。だからなんかやっぱ身につけていかなあかんねん。じゃあどうするのってもうだよく言うんだ、酒飲んどる、はい、な。で、まあ、今お前っていうのは別に俺はまあこの1年考えて、まあ言って別に正直現場なんかもあるけど、はい、お前がおらんでも、まあいつもしっかりしてるし、はい、新しい子もいい子入ってきたやん、はい、でもなんかやっぱお前なんかさ、やっぱ現場の上でいろんなものが見えたわけじゃん、はい、YouTube とか。確かお前がね、数字がもういいもんね、YouTube。YouTuber になれとは言わんけど、はい、YouTube からなんか見えるビジネスって、まあ、これもそうじゃん、まあ、YouTube 関連で入ってるわけじゃん、はい、うん、だからまあ逆に言えばトビの子でさ、じゃあトビをバカにするなってじゃなくて、これも大切な仕事だし、はい、今日たまたまリュウジも来とって、なんかで、ね、うわトビ職が仕事なんで YouTuber 関係ない関係ないみたいなことで、いやそれも大切な仕事だよって、うん、だってじゃあ俺はペンキ塗っとるからって、ね、家の塗り替えをするお客さんのね、家を塗り替えるからって、いや俺らは塗り替える仕事は足場の仕事だから俺らが大切、営業は大切じゃないって言ってるみたいな感じ。お客集めるのも大切な仕事だし、ね、あの店舗の事務も大切な仕事、その商品を作るための大切な仕事で、 SNS っていうのはお客さんを集めるため、ね、職人さんを集めるためにやってるんだから大切な仕事なわけじゃん、はい、でもこうやって俺はもうすごい SNS っていう可能性見てるからちょっとやめたらいいじゃんバトン向きとか言いました。そうですね。いや、もうこれは言いたいな。それはでもお前が決めることだけど、はい、で俺はまあその建設業まだまだもちろん波もあるだろうし、ね、チャンスもあるだろうけど、はい、もっとそのビジネス的にいろんなものがあって、はい、建設に携わらないってことじゃなくて、はい、SNS を通しても建設に携わりたいなって、はい、いろんなことをやってるわけじゃん今、はい、でマッチング、求人マッチングとかいろんなことやってるわけじゃん、はい、だからそういうビジネスを、まあ、見つけながらじゃないけど、まあ一定そんな感じだじゃん。そうですね。まあ現場の管理兼実習するとかの管理、まあ、人材管理やるの違うというと、はい、兼 YouTube みたいな感じだじゃん。はい、うん、でまあ龍神たちもやっぱすごい責任感持ってやってるし、いやそこでやっぱね難しいんだって、人もいないだってお前なんか最強の立ち位置なわけじゃん。ですね。
ね、ミニアンはね、2、3人とオールウェイでやってる子たちからしたら、はい、そのお前のポジションめっちゃ面白いでしょ。そうですね、誰でも知っとるみたいな、はい、お前は社長タイプじゃないんだわ、はい、言って、やっぱ社長タイプって俺だから、はい、そのままカメラ寄ってきたぞカメラ寄ってきたぞいやでもこいつの方はもちろん経営者やればね、あれだけど、やっぱ自分を追い込めてないから、追い込んだらやるしかないのにやるの。で俺はいい加減なんだけど、追い込む力が、自分を追い込む力が半端ない、うん、結構そうじゃない？覚えがいいとかスキルが高いとか、はい、なんかセンスがあるとかいうよりは、はい、なんか本当多分ストイックなんだよ。ああ自分で、うん、なんだかんだ言って、まあ、追い込んでいくけど、はい、人を使うのが仕事だね、はい、毎日投稿しろとか言って、はい、めっちゃ追い込まれてますもんそう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 、ね、うん、まあ、まあ俺はまあ正直俺は素直に言うと、はい、まあ、経営者より、はい、うん、今俺と一緒にやる方がしたいと本当に思ってるから、はい、でもそれはトビじゃないなって。あ、仕事トビじゃなくて、もちろん、まあ、はい、縛るに携わってもらうんだよ、まあ、うん、俺はまあ正直戻ってこいって思ってます。はいまあでもそれは言い切った全てかな俺は。はい、だったらやっぱまあ厳しい、やっぱこれから飛びで、はい、うん、でそれが事実上、はい、一応そう2回どうしよう、でもこの価格帯、まあそんなに安くはないなのと、はい、でも高くもないっていうぐらい、内容は結構その中ではすごいしっかりやってると思うの、はい、うん、でこれまた営業はしっかり説明できて、しっかりお客さんにね、うちの商品はこうですよって伝えれば決まるんだけど、はい、その営業マンを育てるのにはすごいお金かかる。はい、何十人のうちの一人じゃん今、はい、今残ってるやつらはいいじゃん、はい、うん、だけど一人育てるのにじゃあいくらかかったって、はい、何千万なんだよ。そうですね、採用から全部、そうそう、でトビの会社でも塗装の会社でもみんな言うじゃん、はい、職人さえ俺は儲かりますとか、はい、営業さえ俺は儲かるから仕事があるんだって、うちもそうだもん、別に止めなかんぐらい仕事来るから、はい、だけどそれに金がかかるし大変なんだそうだろ、職人でもそうじゃん。そうです、だから俺は建設、はい、やっぱ需要も減ってきて、需要っていうかやりたいっていう人で、給料も今俺らの時みたいな夢の給料じゃないじゃん、はい、でしょ、そうそう、めちゃくちゃ儲かってみたいな夢も減ってきてるし、はい、で実習生で賄うっていう、そうですね、世界になってきてんだよね、まあ、正直、まあ、デイキングからもちろんその中で成功していく人もこれからおるから諦める必要はないと思う、はい、全然視聴者の中でね全然おるし、今からやってる子もおるし、でももっと狙えるものがあるよって、はい、俺はお前が入ることで俺はすごいスピードを手に入れるっていう思ってるからね、はい、まあ、また前みたいなアンポンカンってやったらまたパンチだけどとそれは俺の気持ちです、はい、でお前は、まあ、第三に連れて現場やりたいって言うんだったら、はい、まあ、それがお前の意思なんだ、意思だったって感じ、はい、それを俺初めて聞いたのか。逆にもう自分で独立してそのままやっていきたい、飛び職でやっていきたいってなったら、はい、まあ、応援するっていうことで、もちろん逆に2人3人使って、はい、ちょっと人を経験して従業員を使った経験してから戻りたいんですよねっていうのは、まあ、違う気がするか。飛び職はそうですね現場はやっぱり笑ってるから笑えよ笑え、そうですね、まあいやいいよ、そうそう、まだ聞きたいね、まだやりたい、現場仕事、そうっすね、現場で楽しい、楽しい、たまあ、楽しいもあるんです、現場でやってることがあるって、ね、俺に気遣ってる、楽しい、いやいや、楽しいのは やるべきだと思うし、うわっていう、で俺もそうで、別に、じゃあ、すごい経営者たちからしたら、そんなことやってって言う人も、本当に平気で言ってくる人もおるね、経営勉強会とか行って。はい、本気でやりたいのは別に関係ない、俺も別にその何回もやってるし、俺も経営者が本当に夢で張っていってくれていいよ、みんなね、僕が何て言うんですかね、連れてきた人間たちでやるのが自分の若い人を育てたいと、楽しいですね、でそんなでも自分の若い人を2回同時にずっとご用意しますそうですね、じゃあただいいわけだからそう、別に甘いでしょじゃあお前のやりたいから見えてないな、送信代も強制しようか、強制しようか、でどう、本当に真剣に思ってるか、まあ、まだ言えてないことかな、いやでもその一番やっぱ現場って、うん、そうですね、うん、今いろんなとこ行って、
現場楽しいと。なんかそのやっぱさっき言ったんですけど、うん、それ人連れてきて、うん、でそいつらと一緒にわちゃわちゃやるのがなんか楽しい、楽しい。でもお前なんかその先のその成功とかね、まあまずは今お金持ちたいとかもあると思うんだよね。はい、まあ、正直回ったも最初すごい、はい、今でももちろんあるし、はい、だからそこが薄れていくのは確かじゃん。はい、まあ、ちょっと金も持ったしさ、はい、楽しいとかいろんなものだと思うんだけど、はい、でお前の中でね、成功していきたい、経営者になっていきたい、はい、ね、ある程度これぐらい稼ぎたいとかってあるわけでしょ。稼ぎたい、家庭もできるわけじゃん、はい、家族もできるわけじゃん、はい、ね、はい、そういう中でね、どうなっていきたいかとあるわけじゃん。ああ、僕の、うん、現場出て、まあ、最初は現場出て、そっからは結婚して、それはいつか結婚するしな、はい、うん、で、頑張って結局は、まあ、現場出て、まあ、管理じゃないですけど、うん、まあ、やっていくよ、その人体もついてるわけないですか。そのまま下に行きたいかな、まあ、一生現場は無理だと思ってるんで、自分でも、うん、だったら 2,3 人使ってから戻ってきたいって嘘だね。はい、ちょっと映していい、映していい、嘘だね。そう、嘘で、うん、いや、別にね、ちょっと正直な気持ちの方が知りたいよ、はい、2,3 人使って戻ってきたいんだったら、それは何やりたいんかな。まだやっぱりそっちのなんていうんですかね、まあ、足場、うん、飛び、うん、芸者として、携わる、その携わった仕事じゃなくて直接入りたいかなっていうのを、うん、直接そこに、まあ、お客さん、例えば、まあ、営業とか、うん、そういったのを、うん、まあ、やっていきたいっていうのです。これが戻ってきたいって嘘だ、思ってる、戻ってきたいちょっといい感じで言っちゃったから。自分でも経営者でやっていきたい、別にいいよ、はい、やっぱそんなこと別に俺は怒らんじゃん、はい、それはお前の本当に気持ちいいってことでしょ、はい、俺 OK 出すか別に、はい、それはお前の本当に気持ちだった、はい、自分で経営者で、まあ、事業に使って、はい、でその道で現場仕事と飛び職で成功したいっていう思いが今強いってことじゃん、はい、2,3 年使って戻ってきたいと思うのを取り去られるで。公開処刑だけど、まあいいことじゃん、はい、そうはっきりしてこう、それはだってもう視聴者もそうじゃん、はい、それでもまた見たりするかもしれない、また1、2年で戻ってこいとか、見たりはするかもしれないけど、まあ、今日はまあ本音動画だから、はい、まあ、視聴者もどこまでこいつらの本気で考えてるのかなっていうのを見たりだろうし、まあ、もちろん応援してあげたいってこともあるけど、まあ、ただな、でも俺もお前の戦力っていうのは認識してほしい、はい、まあ、ショートとして戻ってきてほしいって頼んで戻ってきてもらって、だからあいつを何がしましょう引きずって強い人がですね、はい、あいつにしても戻ってきてくれたと思う、はい、まあ、いろいろ考えさせて、はい、その気持ちは分かりました、はい、視聴者の皆さん、はい、視聴者になった人、あ、そういうことです。ミッチーがミッチーでした。報道以前仕込む何もしないなと、はい、そんなミッチーの気持ち、これはもう本当に真剣な気持ちだ。そうです、ね、俺もまあ真剣な気持ち、いろんな思いがあって、まあね、なんかこれからこうなっていったらいいなと思っていることはまあぶつけたから、はい、うん、俺がね、どういう形になるか分かりませんが、はい、うん、まあ、それはまあ報告しましょうか、ちゃんとね、そう、正式にやります。はい、確かに大きい戦力を失うっていうのは確かだからさ、だからね、それはなんか本当に現場じゃないんだな、これは別に、まあ、あいつらもしっかりすごい期待を超えた仕事をしてくれてるし、まあ、人手は足りてないけどな、はい、結局人手なんて多いじゃん、はい、ああ、そういうことでございます。暗いわけじゃないんだよこれ、はい、男同士の真剣な余韻余韻だよな。皆さん、まあ、これからまたミッチーの成長がどういうふうになっていくかわかんないですけど、まあ、動画で縁が切れるわけじゃないからね、これで、はい、なんでまたちょこちょこ出てくると思うんですけど、また応援よろしくお願いします。はい、また見て、また見て、また応援してね。